ジェームズ・フレッド・ブレイクは、モンゴメリー・バスボイコット事件の起因となった1955年のローザ・パークスの拒否の際に、バス運転手を務めていた人物である。1912年4月14日生まれ、1943年12月23日に、アラバマ州アニストンのフォート・マクレランで陸軍に徴兵された。高校へ1年間通った後に結婚し、 お抱え運転手やトラック運転手、トラクターの運転手の経験もあった。第二次世界大戦の間及びその後5年間、ヨーロッパ戦線に従軍した。事件の後も、モンゴメリーシティバスラインのバス運転手として1974年まで勤務した。退職後は、モーニングベバプティストチャーチの会員となった。パークスの逮捕報告の1ページ目。 ブレイクは原告及び令状発行人として名前が書かれている。1955年、モンゴメリーの黒人指導者が市内のバスシステムにおける人種差別に対する訴訟の準備をしていた。パークスは分離を支持する事務苦労法に挑む中心人物として選ばれていた。何年も前の1943年にパークスはブレイクが運転するバスに乗車していた。 パークスはそのバスのフロントドアから入り、運賃を支払った。その後席に座り続けていると、ブレイクはいくらかのドライバーが規則として課していたように、彼女にバスから降り、バックドアから再びバスに乗るように言った。彼女は降りて、次のバスを待ち、ブレイクのバスには二度と乗らないと誓った。ブレイクとパークスは1955年12月1日に再び出会う。ブレイクは、 パークスと他の三人の黒人に自身の運転するクリーブランドアベニューバスの後ろに移動し白人の乗客のためにスペースを空けるように命じたパークスの説明によるとブレイクはヤオールベターメイクイットライトーにユセルブスアンドレミーハブゾーズシーツと言った彼女が拒否するとブレイクは最初バス会社に連絡し上司に電話をかけたブレイクは ワシントンポストの後のインタビューでこの時のことを思い出し次のように言っている。することになっていたように最初に会社に電話をした。上司へ繋がると、彼女に注意したか、ジムと言われたので、注意したと答えた。すると彼は次のように言った。これは、今でもその場にいるかのように覚えている。じゃあジム、それをしろ。力を行使し、彼女を降ろせ。聞こえてるか そして、それを、私は実行した。パークスは逮捕された後、10ドルの罰金と4ドルの裁判費用を課された。後に、ブレイクは警察に連絡し、逮捕令状に署名している。この逮捕は、モンゴメリーバスボイコット事件を引き起こし、1956年の裁判、ブラウダー、ブーゲイルにつながった。この裁判をもとに、米国地方裁判所は、 アラバマ州モンゴメリーが位置する管轄区域の交通輸送における分離を廃止した。その後この出来事についてコメントし次のように発言している。私は自分の仕事をする以外はパークスに何もしようとはしていなかった。彼女はシティコードに違反していた。それゆえ私は何をすることになっていたのか。そのひどいバスはいっぱいで彼女は譲ろうとしなかった。 私は命令した。私には警察の権限があり、これは死のドライバーは誰でもこうであった。だからバスが一杯で白人が乗り、彼女がその席に座っていたので、彼女へ譲るように言ったが彼女はそうしようとしなかった。そのバス会社でその後19年働き続けた。2002年にモンゴメリーの自宅で心臓発作により死去した。 あと1ヶ月弱で90歳の誕生日であった。妻と68年間連れ添った。この死にパークスは、アイアイムシュアーヒズファミリーウィルミスヒムとコメントしている。ボクシェのケンホリーは彼の死にこうコメントした、ブレイク氏は優しく親切な男であり、常に笑顔で皆を愛していた。私は多くの人がパークの逮捕で大げさにしていることを知っているが、ブレイク氏は 時が経つにつれ成長し、皆を愛していた。ありがとうございます。